はい、ではまずパターンからやってみたいと思います。コードは F7 を1小節、そして Fm7 Bb7 という、コード進行の流れになってます。ではゆっくりやります。というパターンになります。まず F7 の時ですね、左手は F7 の F ファの音とサードのラの音、これを人差し指と親指で弾きます。そして右手はミのフラットソ、そしてレと弾きます。これは F7 のセブンスの音、そしてナインスの音、そしてサーティンスの音です。そしてサーティンスのレの音からフィフスのドに降ります。そしたら次は、小指でですね、オクターブ下の F の音にを弾きまして、それと一緒にもう一度右手でミのフラットソレを弾いて、次は、親指でですねラの音、サードの音、結構左手を広げるんですけど、ターンとやります。ゆっくりやると S7 のところは、このようなパターンになります。もう一度いきますね。ここが指がしっかり開かない人は、一度小指からこう動いてもいいです。できる人は広げてみてください。もう一度いきますね。そして次 Fm7 の時、親指でオクターブ下のここのファの音に行ってください。そして、203連でタンタンタンと弾きます。左手はファの音、そして右手はラのフラット親指、そしてドを人差し指、ミのフラットを中指で、これは Fm7 のマイナーサードフィフス、そしてセブンスの音になります。タンタンタンときましたら、次はB フラットセブンス、左手の薬指で B フラット、C のフラットですね。そして右手ではファ、そしてラのフラット、そして C の音、ミの音弾きます。これはとても面白いです。ここはまずファの音、フィフスです。そしてセブンスの音、そしてこれは B フラットにとってフラットナインス、そしてこれはイレブンス、という構成ですね。そしてこれから次はドとファに飛びます。これはナインスとフィフスになります。そうすることによって B フラットだけなんですが、このように豊かなサウンドになります。Fm7 からの2拍の変わるパターンですね。ゆっくりやるとタンタン、
1でやってみましょう。最初の F7 からやってみましょう。というパターンですね。最後にもう一度だけやっておきますね。とても豊かなサウンドになりますので、このジャズの特有の、テンションの使い方を手に、覚え込ませてチャレンジしてみてください。それでは失礼します。